イグナーツ・ヨーゼフリッター・フォンザイフリートは、オーストリアの音楽家、指揮者、作曲家、ウィーンに生まれ、同地に没した。本人は回顧録の中で、ボルフガングア・アマデウス・モーツァルトとヨハンゲ・オルク、アルブレヒツベルガーの両人に支持したと述べている。アルブレヒツベルガーの死後、死の作品全集を出版。文化からは、フランツ・フォンスッペ、ハインリヒビル・ヘルム・エルンスと、 アントニオ・カシミル・カルテ・リエリ、ヨーゼフ・フィッシュホフ、エドアルト・マルクス・ゼンラが輩出している。青年期には、エマヌエル・シカネーダーが、ウィーンのアウフデア・ビーデン劇場で率いたのオペラ一座の副指揮者を務め、1797年に音楽監督に就任すると1826年まで一座の新しい劇場であったアンデア・ウィーン劇場でその職を務めた。回顧録には、 シカネーダーの助力を受けて書かれたモーツァルトの魔キの初演に関する記述があり、その数週間後のモーツァルトの死についても興味深い逸話が語られている。1805年、ザイフリートはルートビヒ版ベートーベンのフィデリオの開講前の版の初演を行っている。ザイフリートの開講録にはベートーベンに関しても驚くべき記述があり、彼がシュテディアン・イム・ジェネラル・バスヨロクに記した。 ベートーベンの情報は、高い電気的価値があり、崇拝された巨匠を取り巻く状況に関して知られている、ことのすべてが盛り込まれ、なおかつ、それらは、信頼に足る事実であるとされる。ザイフリートの作品について、ニューグローブ世界音楽大辞典には次のように、述べられている。多彩さゆえに、ビーンの音楽界で、独自の位置を占めたものの、その作品には一つたりとも、 真の独創性や特徴を示すものはない。ありがとうございます。